お世話になります、ひとりでございます。ポケモンではどのシリーズにも主人公のライバルがいると思いますが、ライバルの手持ちのポケモンは最初から最後まで基本的には大きく入れ替わることはないですよね。例えばライバルがズバットを最初に持っていたら、途中あたりでゴルバットに進化していて、終盤ではちゃんとクロバットに進化していたりと、すごく仲間を大事にしていて、主人公と同じように様々なバトルを仲間と共に乗り越えてきた感を出していると思います。ただ皆さんご存知、ケンタテのホップは最初と最後では手持ちのポケモンが大きく入れ替わっているんですよね。つまりホップは物語中に入手した大事な仲間を無残にもリストラし、勝つためのパーティーを構築しているんです。となるとそのリストラされたポケモンたちに思いを馳せ同情してしまいますよね。私は同情しすぎて道場の増道の銅像に同情しつつ、同情するよどうぞという私のオリジナル早口言葉を噛まずに言えなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回はポップにリストラされたポケモンたちをまとめてご紹介していきたいと思います。まず前提として、ホップの最終的なパーティーは伝説ゲット後の対戦時のバイウール、カビゴン、バチンウニ、アーマーガー、ゴサンケ、ザシアもしくはザマゼンタとします。このパーティーを基準としてどんなポケモンがリストラされてしまったのか見ていきたいと思います。エレズンはラテラルタウンでバトルの時に1回だけ使われ、すぐにリストラされたポケモンです。ストーリー的に考えれば5番道路のアズカリアでエレズンがもらえましたから、おそらくそこでホップももらったのでしょう。仮にそこでもらってたとしたらレベル1でもらえ、バトル時にはレベル29でしたから、相当育ててはいて愛情はありそうですよね。ですがストリンダーへの進化はレベル30ですから、すごいギリギリのタイミングでリストラしているんです。あともうちょっとで進化するし、他のポケモンにレベル30以上のポケモンもいるのにギリギリのレベルになってますから、多分ストーリー的にはホップはエレズンが進化して強くなることを見極められず育てるのを諦めたという挫折を表現しているのかもしれませんね。ただこの次の7番道路でのバトルではホップの手持ち5体ですからね、空きがあるのにリストラされてしまうという鬼畜すぎる扱いでかわいそうですね。まあストーリー的には中盤なので6体手持ちは実質できないという理由もあるからなんでしょうけど、しかもストリンダーってケンタテでは新しいポケモンで結構目立つようなポケモンなのに、クリア後にこそネズが使えますが、クリア前には主要人物が使ってくることはないので、ホップが使ってもよかったんじゃないかと思ってしまいますよね。ストリンダーを初めて見た時絶対映えるのに、ストーリーで活躍させないのはもったいないですよね。砂蛇もエレズンと同様にラテラルタウンでのバトルの時に1回だけ使われ、即リストラされたポケモンです。こいつはラテラルタウンへの道中で砂蛇が出てくるイベントがありますが、このイベントがあったから砂蛇をゲットして使っているのかと思われます。砂蛇はレベル30で出してきて、進化するのはレベル36ですから、またこちらも結構進化ギリギリでリストラしているんですよね。エレズンと同様にあとちょっと使い続ければ強くなったのに、そこで育てるのをやめてしまっており、やはりこの段階ではホップはかなり未熟なトレーナーで苦労しているキャラクターとして描かれているのかもしれませんね。なお砂蛇の進化系のサザエジャは火花が使ってきますが、このまま育ててしまったらこんな重要人物たちのポケモンがダブってしまうことになるので、メタ的に言えばリストラして当然なんですけどね。こんな他の主要キャラとも被ってしまうポケモンを一瞬だけメンバーに入れさせるのはどういう意図があったんですかね。ただあの砂蛇イベントで砂蛇が可愛くて拾ってバトルで使って弱かったから即切ったという感じだったら、ホップは相当軽薄なミーハー野郎ですね。オーロットは先ほどのポケモンたちのバトルの次の7番道路でのバトルで1回だけ使われ、すぐにリストラされたポケモンです。おそらくこいつはルミナスメイズの森で出てくるボクレイをゲットして通信交換して進化させたのでしょう。っていうか主人公のいない間に何を密かに通信交換しとんねん、ずるいだろっていう話ですが、なんとしても勝つために主人公以外の仲間と密会し交換進化させたのかもしれませんね。そんな煩わしいことをしたのに1回でリストラってどういう神経してんのかって話ですが、ホップは損切りが超早いタイプなのでしょう。リストラは一見非常な行為ではありますが、勝つためということを考えたら正しいことで、交換というめんどくさいことをしたから普通だったらもったいねえなと思うはずなのに、そういうサンクコスト効果には一切影響を受けてないので、ホップ
ップは超決断力のある人間なのかもしれませんね。まあ本当に決断力があったら最初から仲間に入れないんですけどね。でもオーロットは剣盾で初登場したわけでもないですし、そんな剣盾において重要そうなポケモンでもなさそうだし、ホップがゴリランダー持ってたらタイプ被るし、採用する理由は本当にルミナスメイズの森にいたからくらいだし、なぜたった1回だけ採用するポケモンとしてこいつを選んだんでしょうかね。増田さんにインタビューしてこの点だけについては意見をお伺いしたいものですね。クイタラン、クイタランは先ほどのオーロットと同様に7番道路でのバトルで1回だけ使われ即リストラされたポケモンです。こいつは6番道路で出現するポケモンなので、ホップはきっとそこで捕まえてきたのでしょう。こいつもオーロットみたいに剣盾初登場じゃないし、重要そうなポケモンでもないし、ホップがエースバーン持ってたらタイプ被るしで、採用されない理由しかないようなポケモンですが、なぜたった1回だけ採用したんですかね。こいつに関してはバトルでの能力に関しても特に言及すべきことはないですし、進化もしないし、ストーリーへの関連性もなさすぎて、せっかくこういう動画で取り上げているのにこれ以上特にコメントするようなことがないのが正直なところです。これじゃあわしが食いたらんわ。パルスワン、なんとこのパルスワンも先ほどのポケモンたちと同様に7番道路でのバトルで1回だけ使われすぐにリストラされたポケモンです。こいつはワイルドエリアでゲットしたのか、もしくは序盤でワンパチをゲットして機械として育ててた、育ててたのでしょう。どうせなら序盤からワンパチが痩せ出てくるんだから、ここで出すなら序盤から出してこいよって思っちゃいますよね。ただ序盤枠ではここからがいたので、もしかしたら枠がいっぱいすぎて序盤から持ってたけど序盤でもう裏ではリストラされてたのかもですね。でも仮に序盤でゲットしてここまで育ててきたとしたら、この1回の登場だけでリストラしているわけですから、ホップの無情とも言える決断力はやはりエグすぎですよね。ただその後電気タイプのバチンウニがメインメンバーになり、完全にパルスワンはいらないわけですから、本当に1回だけ試しに使ってパルスワンをその気にさせるがすぐ切るという、ホップはマジでずぶとい神経ですよね。さすがチャンピオンの弟ですね。ウッウはここまでのやつらとは違ってラテラルタウンのバトルで1回登場するも即切られ、クリア後の1回目のバトルで復活してその後また1回だけで切られるという超ホップに振り回されたポケモンです。しかもウッウは一番メインで出現するのは9番道路であり、もちろんワイルドエリアでも捕まえられますが、ここはほぼ何でもいるので例外的であり、ラテラルタウンのところで採用されてるのが結構不自然なポケモンでもあるんですよね。さらに大体こいつも御三家とタイプが被る可能性があるのに、なんで採用したんだという疑問がつきません。まあおそらくシンプルに新しいポケモンだったからでしょうが、いやだったら最後まで一緒に食べさせてあげろよって思いますよね。でクリア後に復活したのは、クリア後でホップの手持ちも6体になっていてもおかしくなく、クリア前には1枠空いてたので、そこに他のやつらを差し置いてウが滑り込みで入ってきたのだと思います。確かにパルスワンはバチンウニとタイプが一緒だし、エレズンはネズノ、スナヘビはキバナのポケモンであり、クイタラン、オーロットは昔のポケモンだしで、消去的にウが選出されるのが妥当でしょうね。そういう意味ではホップは勝利至上主義的な考えというよりは、むしろ主人公つまり私たちをより楽しませるために仲間を選出しているのかもしれませんね。実はホップはめちゃくちゃ私たちを気遣ってくれるジェントルマンなのでしょう。ウール最後、ウールは厳密に言えばリストラされていませんが、ちょいリストラには合っています。先ほどから何度も触れているラテラルタウンと7番道路のバトルの際には、実はウールはリストラされています。そしてキルクスタウンでバイウールとして復活を遂げています。このあたりはネットでも考察があったりして有名かと思いますが、一部ではウールを切って別のバイウールを連れてきたとか、そのいない間は特別に訓練を積んでたとか言われてたりします。私的にはこの動画を作ってて思ったのは、リストラされたポケモンがラテラルタウンと7番道路のバトルに使われたやつしかいなく、このあたりは物語の中盤であることからも単純にパーティーをどうしようか迷ってた時期なのでしょう。実際ホップはラテラルタウンでの対戦前には、あれこれ試す、お前で確かめさせてくれと発言していたり、対戦後にはチームのメンバーも入れ替えて俺の可能性を探ったけどなんだかしっくりこないぞ、だから俺は弱いのか、俺が強さを発揮できるポケモンたちを探し出すぞという発
発言をしています。自分の弱さをポケモンのせいにしてはいないので面目は保たれていますが、自分のせいにしつつも別のポケモンをガンガン使っていく意思が見受けられます。私たち一般プレイヤーからしたらそういうムーブは当然ですが、主要人物がこういうリストラ宣言をするのはかなりシビアな世界観ですよね。なお7番道路の対戦時にも、強くなるためにあれこれ試す、出なければ兄貴に追いつく、いや追い越すことなんてできないぞと発言していて、真っ当な発言ではありますが、ポケモンを試す扱いするのは世界観としてかなり際どい感じではありますよね。ただ実際私たちも普通にプレイしてたら、最初あたりで捕まえたポケモンを使って普通は中盤あたりでいろいろなポケモンにチェンジしていきますよね。それで最後あたりは強い相手が多いですから、こちらも固定メンバーで強化して戦っていくことが多いかと思います。剣盾ではよりこういった一般的な攻略の仕方をしていると想定してよりリアルにライバルの行動を設定したのかもしれませんね。そもそもよく考えれば、どちらかというと今までの最初捕まえたポケモンを最後まで使い通すライバルの方が頭おかしいのかもしれないですね。とはいえウールはホップにとって御三家とかよりも大事に愛している相棒感を出しているポケモンですから、それにもかかわらず一度はリストラしているのは非常にドラマチックで興味深いですよね。ここには相当な意味を込めてリストラしているのは間違いなさそうですね。ということで今回はホップにリストラされたポケモンをご紹介させていただきました。この動画を作ってて思ったのは、ガラルの舞台はイギリスで、ホップはその舞台で挑戦していて、イギリストライだからリストラが多いのかもですね。ベロリストラ